炎山市、炎山市はかつて山梨県北東部に位置していた市、現在は甲州市に含まれる。炎山は市域南西部に位置する潮の山に由来し、古代から差し出の磯山梨市と共に歌枕として知られる。市域は南北に長く、国道411号が南北に貫く。市南部は笛吹川、十川、 藤川水系の流域であるが、国道411号の柳沢峠より、北は玉川の流域である。市街地は市の南部にあり、鉄道駅や市役所もここに集中している。市域には、山間部を中心に、縄文時代の高校遺跡が分布しており、縄文前期末の市の全遺跡をはじめ、縄文中期の集落遺跡では、 下青野の安藤寺遺跡や中萩原の修行原遺跡、上萩原の殿林遺跡などがあり、殿林遺跡から出土した深鉢型土器は美術的にも優れた一品として重要文化財にも指定されている。弥生時代、古墳時代には集落の分布は山間部から戦場地域へと移行し、弥生松から古墳時代初期の西大石には、 集落後の他方形集公墓群も検出されている。甲府盆地における古墳の築造は、古墳前期に盆地南部の曽根丘陵地域において展開され、古墳後期には盆地各地へ古墳の築造が拡散しているが、東軍地域は、弥生時代以来の方形集公墓の築造が引いた地域で、地域にも明確な古墳は見られない。古代の立領成果では、山梨郡に属し、 地域の大半は山梨東軍に否定されている。平安時代の集落跡は山間部や桃がガ,ガンの戦場地域を中心に分布し大木古遺跡などが知られる。東軍地域は古代海の国において在庁官人として勢力を持った古代豪族西エ氏の勢力基盤で、地域の神社などにも西エ氏に関係する現象が残されている。平安時代後期には、 甲府盆地各地で荘園が立層されるが、地域では、牧草が、藤木、小屋敷から旧牧岡町域に及ぶ地域に立層され、平安後期には、甲斐、源氏の一族、安田義貞が、牧草を本拠とし、藤木に奉公寺を建立している。義弟ら甲斐、源氏の一族は自称、樹栄の乱において活躍するが、源の頼朝の粛清により安田氏は没落する。その後、 古代豪族、西草氏の系譜を引くお祖しが勢力を持つ。地域には、古事が多く、鎌倉時代後期の元徳2年、1330年には、牧商主二階堂貞富士が鎌倉から無双祖籍を招いて、エリン寺を建立した。エリン寺は、多くの禅僧が入山し、貝の国における、臨在禅の中心地となった。また、略2年、1380年に、 武田氏の治療寄進で抜けたい徳勝抜粋徳勝が混流した広告寺もあり、古殺が集中している。近世には山梨郡栗原筋に属する、25家村前後の諸村があり、江戸初期には幕府直轄領、伊丹市の徳見藩領や旗本領に属した諸村もある。法永2年、1705年には全村が甲府藩領となり、 柳沢藩主家時代に分置された甲府新殿藩に属する諸村もある。教皇九年、1724年には海一国が幕府直轄領となり、地域の全村が伊沢大官支配となる。また、五三協領のうち、田安助領や清水家領に属した諸村や、甲府大官支配に移行した諸村もある。制御は、地域の地理的特徴から、 北部諸村は畑作が中心、南部諸村は稲作が中心となったほか、東軍地域で盛んであった養蚕や、公衆タバコの一つである、萩原タバコの栽培、柿など、果樹栽培も行われた。また、萩原山の入会地での山稼ぎが行われ、黒川金山での採掘は、金星諸島まで行われた。地域には、江戸時代に整備された公衆街道が通るほか、 青梅王冠や秩父王冠など武蔵国へ通じる街道が通り、口止め番所が置かれたほか、助ケを務める村々もあった。また、江戸時代の開国では大規模な一揆も発生しているが、完成四年、1792年のふと、マス騒動では、地域の小村でも参加者がおり、天保七年の天保騒動では、一揆勢が押し寄せて、打ち壊し被害を受け、1872年、 明治5年、山梨県庁による大小切り税法の廃止に対して、起こった反対運動である大小切り騒動には、地域の24家村が参加し、県庁側による鎮圧後に、首謀者は断罪された。1875年、明治8年には、県令、藤村四郎の主導した大梅街道、大梅王冠改修工事が行われ、従来の大菩薩峠越えに代わり新たに、 柳沢峠越えの振動が開発された。明治期には、養産業が進行され、1903年、明治36年には、中央本線の沿山駅が開設されると、真吉城として発展し、甲州回道、勝沼塾の宿場町として栄えていた勝沼に代わり、東山梨郡の中心となる。一方で、1881年、明治14年の林野間民誘区分により、 萩原山が監修されると、養蚕の木材需要があり、乱伐や討伐など人的要因により、林野の荒廃が進む。1907年、明治40年に発生した、明治40年の大水害では重川流域で、堤防が決壊し、甚大な被害が出た。山梨県は、小作地率が高く、養蚕業によって支えられた規制地主制が成立していたが、 大正9年の総害により起こった七良里村の下尾園農民組合の闘争は全権的な古作葬儀に発展する。戦後には養蚕が衰退する一方でブドウなど果樹栽培が増加したほか大菩薩峠など自然資芸や武田しに関係する古刹や史跡など歴史的資源を利用した観光業へ移行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。